はい、皆さんこんにちは、生田君彦です。今回はね、ニーヤオートマタをやっていきたいと思います。ニーヤはですね、以前の、Xbox 360版のね、おっさんニーヤの方、ニーヤゲシュタルトをまあある程度プレイしていますね。期待していたのでね、楽しみにしていたんですけれども、じゃあ早速ね、行きたいと思います。お、オプションとかは特になし。じゃあ早速ね、行ってみましょう。このゲームはオートセーブに対応していません。セーブ方法はゲーム内を探してくださいと。わかりました。スロットは3つだけ。ニーヤでね、セーブデータのスロットが出てくるとね、ちょっとね、身構えちゃうんですよね。このあたりは、まあ、ゲシュタルトとかね、レプリカント、プレイした方ならわかると思うんですけれども。まあ、とりあえず作ってみましょうか。ユーザー名。へぇ。私は一応、生田君彦と名乗っていますので、どうしましょうか。君彦で行きましょうか。君彦。なんかちょっと寂しいな。まあいいか。行こう。難易度。敵が強くロックオンを使用できません。ロックオン不可の上、敵からの一撃で死亡します。ノーマルにしましょうかね、じゃあ。というわけで、ようやくですね、ゲームスタート。すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。だそうです。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター6O、 前期反応確認しました。現在なんだ、対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやなんだ12H 落とされちゃった。 12H マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作稼働。お、動かせってことですね。了解。発射点を確認。イレブン B、ロスト、ソウル、これが名前？キャンセラー効果なし。コールサイン。なんか思ってたゲームと違うな。火器使用申請。火器使用の許可をします。R1 射撃。で、よく言って。セブン、ロスト。回避。あ、なるほどね。もうなんかすごい懐かしい挙動をするな。あれ、白いの隊長機っぽいのか。陶器 2B が隊長任務を継承。あ、やっぱり。あ、自分がこの 2B なんだ。なるほど。ヘビーアタック。よくわからない。周囲に敵機多数確認。機動形態への許可を申請。機動形態への移行を許可します。変形かな。おお、変形した。バルキリーだね。やべ、
あ、回避があるか。狙いをつけるためにこう、あ、右スティック使えばいいね。動いちゃうのがやりづらかったんだよ。あー、全員ロスト。すごいかっこいいな、このバルキリーみたいなの。 2B よりオペレーター6ゾーン、陶器以外の機体は全てロストした。作戦の遂行に支障が予想される。指示を。オペレーターより 2B、 現地担当のナイエスと合流し地形情報を入手してください。了解。あ、へえ、スターフォックスみたいな感じにもなる。あー、危ない危ない危ない。いいね、かっこいいね。横襲何でもやるな。これはヘビーアタックで壊せるかね、あの濃い弾は。レベルアップ。こういうシューティングゲームは久しぶりにやりましたね。これは右スティックを使って、おお、なんか近接攻撃もある、かっこいい。あ、やばい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 、すごい食らっちゃった。えらい硬いな。なんか出てきた。この子は多分あれだな、散々なんかツイッターとかで見た。セクシー。敵反応多数確認。見ればわかるよ。確かにね。いや、この人がこれが敵かと思った。ほい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 。あ、やばい、痛い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 。射撃。あ、なんか懐かしい感じ。ダッシュ的な行動は？なんか拾った小さな歯車。このちっちゃい弾は打ち消せるんだね。やばい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 、食らいすぎた。ふんふん。ちょっといろんなボタンを押してるんだけど、 R2 で回避。ほい。わ、なんかかっこいい。何これ。お、攻撃を回避した時だけなんか分身するの。あ、なんかこの走りってるモーションがすごい可愛い。倒れた。なんかできるでしょ。来たこれ。おお。敵の破壊を確認。チップザナフのような。あれ、名前間違えた。びっくりした。巨大バイクかと思った。目標大型兵器。目標大型兵器。名前が読めないね。違うの。簡単に言う、
おお。なんかいいね、もうこの時点でかなり雰囲気がいい。できたらね PS4 プロでやりたかったんですけどね、あいにくプロ持っていないので。あ、やべやばいやばい、予想見してた、なんてこった。切りかかってもいいのかな。あ、いっぱい飛ばしてきたよ。レーザー通信回復。何を送信したって？ポッドプログラム。ポッドプログラムのダウンロード終了。はい。L1 ポッドプログラム起動。ん？あ、今ので終わり？ああ、確かに一発6ってことを考えれば相当強いのか。このちっちゃい弾がね。てか曲懐かしい。あ、やばい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 。こういうのちゃんと避けないと。この曲は桑田で有名なあの曲じゃないですか。目を隠してるんだね。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。こっちも目を隠してる。レベル3。ルービーさんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。ルービーと 9S。 この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった、私は内部を中心に調べてみる。うん、なんかもう相当死にかけましたね私今ね。 R2 で回避っていうのをちゃんと覚えておかないと。あれ、走り方がガチになってる。ロックオン。あ、間違えた。なんかね、R1 射撃って言われるとつい L1 でこうロックオンとか押したくなりますね。へえ。何？何をした今？なんか自分が飛んでいきましたか今？これ何？同行。二段ジャンプ。あ、なんかすごいモーションがいい。溜めて、はあ、あ、なんだ、すごいな。あ、まずいまずいまずい、これ結構避けるの大変。いいね、今のところ感触はいいね。ちょっとあのアクションに関してはあの私のプレイがひどすぎるけど。トゥービーさん。何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。お、ありがたいね。あ、マップがすごい古風、ドットのマップだよ。さっきのガチ走りはどうやるんだろう。あ、これボタン連打じゃなくておしっぱでもいいのか。おしっぱだと違うコンボが出てるんだよね。
ふんふん。この L2 を押して射撃をしながら、あれ射撃ってこっちのボタンか。なんか L2 でロックして射撃をしながらガシガシ切っていけばいいのかな。ちょっと体力が心もとないけど。あ、やっぱりいけた。宝箱。回復薬大。いいね。何かな。はしごだ。あっちに行くとあのまま上がっていっ。あ、ちょっと寄り道しちゃおう。うわ、何そのはしごの降り方。やるじゃん。なんだっけ。2B。あれ、これ上がってきたのかな。あれ、ちょっと待ってください。迷っちゃった。あんまここから上がってきたような気が。多分そうだよね。で、ここぐるーっと回ったんだけど、あっちから普通に帰ればよかったんですかね。ダッシュダッシュダッシュ。こっちの方が早いとかあるかな。いいね、モーションがね、今のところ大体好みですね。おっと危ない。一応奥まで見ましょう。こういうのはほらね、なんかあるよ。何、やばいやばいやばい、敵めっちゃいる。この弾が結構強いですね。なんかアイテムがある。へこんだ金属は。お、どこ向かって走ってんの？これパターン入りましたね。OK。ニーヤはね、曲もすごい楽しみにしてて、あのゲシュタルトの時は久しぶりにサントラを買ったぐらいね、好きだったんですよね。この 2B は声もいいね。で、今のところこの戦闘が、あ、やばい、食らっちゃった。弾任せなのがいいのかなっていう感じなんですけど、やっぱ食らっちゃうな。とりあえず今はこれでいいのかな。自分削れてるし。違う、こっち。いいね、プロでやりたかったね。やっぱりこの右の太ももが眩しいですね。どっちから来たっけ。これが入ってきたとこかな。トゥービーさん、僕嬉しいです。何が。僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと
3はつけなくて、え、私の名前に継承は必要ない。わかりました。トゥビー、なんだっけ、ナイン、ナイン S、 ナイン S、 いいキャラしてる。2B っていうね、名前だけは知ってたんだけど、あの 2B って呼んだんですよね、私鉛筆かなと思ってて、 2B なんだね。どっち行くか悩むな、ちっちゃう。うわー強いね、かっこいい。待って、広がして。あ、いた。これが拾えない。危ない。回復薬小を取るために結構被弾したね。高所から飛び降りるのは大丈夫かな。だとね、すごく助かるんだけど、すぐ飛び降りたくなっちゃうからね、私は。解析されてる。このエレベーターはプロテクトされているため使用不可。広いな、この廃墟。ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。へえ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。お、壊せるね、こうやってちまちま全滅させるってこと。あ、横顔が美しい。下には撃てないね。いや違うでしょこれ、どっかからどっかに飛び取れって。あ、違うかな。あ、普通に扉があるじゃん何をやってるんだ。三角ボタンでこのちっちゃい刀みたいのを使って、三角ボタンでこの背負ってる重たい方を使うんだね。なるほど。で、三角が溜められると。下に敵がいるね。ちゃんとロックしたやつを攻撃しないと。で、え、何食らった。結構ね、硬直が長い。一応攻撃は全部キャンセルはできるっぽいね、回避で。ほいほい何もできない。回避客中、今はアクセスできない。どういうこと。なんかハッキング的なことをしなきゃいけないかな。右にねドアがあったんだけど、こっちも気になる。どっちが順路だ。あんまり順路からは行きたくないですよね。
お、なんだこれ。橋。天然ゴム。そう、ゲシュタルトもなんだけど、結構素材収集が重要なゲームなんだよね。あの素材はどこだって結構ね、走り回らなきゃいけなかったりして大変なんですけど、いやこのキャラならそれも楽しくいけるでしょう。うわー、もう分岐だらけ。まあなんだろう、気の向くままに行きましょう。もうちょっとこう、ああそうか、こういう風に視点が動くから、あのキャラに寄せていくことはできないんだね。この走り方好きだな。すげえ速いしね。上か？あー、このロックオンがなくなるっていう、なんだっけ、ハードモード以上はやばそうだな。これ全部右スティックでやらなきゃいけないと思うね。それは難しいわ。違う、これ戻ってきたんじゃないよな、違うな。あ、戻ってきてる。解析。このエレベーターはプロテクトされているため使用不可。右にもう一個ぐらいルートあったんだけど、左行こう。ブロック43から20分、機体移動中。作業完成は25万速度。何？旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。へー、うわー、ずっとダメージ負ってるな。なんて言ってるの。喜びをかみしめてくださいって言った。それぐらいしか聞き取れなかった。うわ、多い。これでも食らえ。ゴリゴリ手くれた。あ、やってもうた。いや、最終的にこの上の難易度もやるんだとしたら、あ、待って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 、上のやるのな、やるのじゃなくて難易度もやるんだとしたら、これ手動のに慣れておいた方がいいのかな。まあ最初は気にしなくていいか。がっつり使っていこう、あるものはね。指導に挑戦する。これさ、打ちながら刀使うの難しいな。飛び降りる水晶、これもロックされてるのかな。お、何か来そうな感じ。防弾タイプの敵を兼ねる近接攻撃を推奨。分かってる。近接攻撃を推奨。うわ、勝って。いてててててて。なんかかっこいいの出た。せい。遅いから溜めちゃおう。
うわ、さらに硬そうなの来た。あー盾が、よっしゃお前からだ。溜めて待てい。おー強い。あ、これいいな。あ、やっとレベルアップした。体力ね、回復したかったんですよね。さらに来る。この上から視点がちょっと苦手かも。奴らは大変だ。トウ